特別ホームラン賞に認定されたのは、先月23日のドラゴンズ戦で放ったこの一発。打球はライトスタンド上段の広島銀行広銀証券の看板を直撃。ファンの度肝を抜く衝撃のパワーを見せました。林選手には広銀ホールディングスから賞金50万円とレモンファームグランピング広島のペア宿泊券が贈られました。圧巻の一発で受賞したことについて林選手は、今まで人生で打った中で多分一番飛んだんじゃないかなと思うぐらいの打球だと思ったので、もう一回当てれるように頑張ります。